秋晴れの中、大観衆が見つめる富士スピードウェイ。一体どんなドラマが生まれるのか。 GT7 全日本スーパーフォーミュラー選手権スペシャルラウンド富士スピードウェイです。ここからの放送は実況ハルスティスペックでお届けしてまいります。さあ、秋晴れに恵まれた後の富士スピードウェイで8人による男たちのサバイバルレースが始まっていきます。大波乱の予選となったスーパーフォーミュラー富士2022コースでスピンが大変多く見られた予選ですが、さあ、まず最初にアタックしたのはファイトパイパーチーム GO でした。まず最初のアタックで1分21秒692、しかしそのタイムをネオビアルシアスすぐに塗り替えて1分21秒356というタイムを叩き出します。そして今回 BMAX レーシングから参戦スネークは1分22秒台、あまりタイムが伸びません。そして2アタック目、こちらで22秒台に入れてきました。そして琥珀も続いて22秒台です。さあ、この男が黙っていないぞ。さあ、ワイパー坂田ちゃん、近藤レーシング、ここでワンツー体制を築きます。しかし負けじとネオビアルシが1分20秒台、1人目の20秒台を叩き出します。しかしパイドパイパーも食い下がって2番手タイム1分21秒401。そしてパイドパイパーラストアタック1分20秒台に乗せましたが、ネオビアルシに届かず、反撃ののろしを上げたのはワイパーサイドさん、大逆転1分20秒531で大逆転ボールポジションという形となって、トップ2が近藤レーシングとなりました。GT7 スーパーフォーミュラー選手権、さあ、レースの前にはスターティンググリッドを紹介していきましょう。まずはカーナンバー4番近藤レーシング、フロントロー独占、ワイパー坂田チャンネルをやるし、近藤ラインでフロントロー独占です。2列目、3番手パイドパイパー、4番手スネーク。さあ、ホンダエンジンも負けていられない。3列目、5番手に TCS 中島レーシングハングリー。6番手テーブ無限琥珀。7列目、ドコモチームダンデライアン、ダンデライアン JPL。さあ、同じ名前のチームでどこまで上位に食い込めるのか。そして予選2出走のサトリレイブリック TCS 中島レーシング8番手からどれだけ追い上げられるか。以上8台のスターティンググリッドです。2022全日本スーパーフォーミュラー選手権 GT7 富士スペシャルラウンドここからの実況は私ハルティスペックでお届けしていきます。晴れ渡った空の中でフォーミュラーマシン SF19 が富士を駆け回ります。その栄光は富士スピードウェイを42周走った後に分かる栄光が見えてくるはずです。予選ではトップ2が近藤レーシング、下位に沈んだホンダ勢、逆襲になるでしょうか。新しく時代が生まれ変わった2019年
CF19 というモンスターマシンに代わって、この2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権は50周年を迎えました。その50周年の節目、そして GT7 での初めてのスーパーフォーミュラ、緊張感が高まるこの一瞬、もしワンツーを決めるとなれば2022年もインパルのモテギワンツー、そこからの近藤ワンツーなるか、アンチラドの音がバラバラ聞こえている富士スピードへのホームストレート、そして間もなく栄光がもたらすカウントダウンが始まります。中島レーシングは最後方から追い上げる展開2022全日本スーパーフォーミュラ選手権富士スペシャルラウンド、今スタートブラックアウト、スタートが切られました。さあこれはパイドパイパーがいいでしょうか。パイドパイパーが真ん中から、近藤レーシングの真ん中から突き抜けていく、近藤レーシングインガーからネオ VRC1 コーナーアウトサイドからオーバーティングシステムを使っていくチーム号のパイドパイパー、そしてハングリーが後ろ、中木がこれで4番手浮上、しかしタイヤが温まっていないか、ここがコーラコーナーで複数のマシンが飛び出ていく、オープニングラップ序盤にまずスタートを決めていったのはネオ VRC か、2番手にパイドバイパー、3番手にワイパーサカタちゃん後方は少し入り乱れているが、ちょっとスズルレブリックが少しマシンの挙動が乱れました。8台でのこのスーパーフォーミュラー選手権、さーっとここでアウトサイドからハングリーが狙ってくる TCS 中島レーシング、富士山が見守る中、まずはオープニングラップ、オーバーテイクシステムを使ってネオ VRC がこれトップに、オープニングラップで立ちました。そして国際進出が決まったダンデライオンここからどのような逆襲を見せてくれるんでしょうか。ネオ VRC は確実に2位との差を広げにかかっていますが、おっとワイパーサカタちゃんやってしまったか、ここでクラッシュ、ワイパーサカタちゃんここでクラッシュをしてしまいました。やはり100アラ鬼門かスーパーフォーミュラー、新しい挙動になって苦労しているのはクラッシュ第1号はワイパーさくらちゃんということになりました。さあネオ VRC がリードの差を確実にリードを広げています。ハングリーがいいペースできていますが、あーただスネーク選手も、はい、ね、さあそして国際本大会2022全国都道府県対抗e スポーツ選手権栃木本大会進出が決まったダンデライオン選手、現在6番手ですがどのような走りを見せてくれるのか、ドライバーの走りどのような走りなんでしょうか。さあレース展開的にはだいぶ落ち着いた序盤になってまいりました。現在ラップは3周目、
トップはネオブヤルシー、2番手にアカイドパイパー、その差は 1.7 秒。さあ、オーバーテイクの残量は、ちょっとネオブヤルシーは少し、ややアカイドパイパーよりは使ってるでしょうか。トップは唯一の21秒台、近藤レーシング絶好調。ネオブヤルシーです。アカイドパイパー2番手。およそ2秒の間隔となりました。この人は22秒2。ああ、ただパイドパイパーは自己ベスト。ハングリーが全体ベスト1分21秒898。後ろは引き離されないようにしていきたいところ。ワイパーさかるちゃん21秒2。ここから追い上げ体勢に入っていくワイパーさかるちゃん。終わって今マシンが左右に触れたでしょうか。チーム5のワイドパイパーでございます。さあ自己ベストで来てますね。ワイドパイパーはトップとの差が旬の影響で2秒を切ってまいりました。さあそして、次のピットではありますが、10周目以降でないとピットは開かないということでそこまでタイヤを持たせなければなりません。少しネオブヤルシーパナソニックコーダーがオーバーラン気味でしょうか。風は逆方向、ホームすると向かい風 3.6m。 そしてパイドパイパーとハングリーの差が徐々に縮まってまいりました。その差は 1.0 秒からその差1秒切ってくるかというところです。中島レーシング、4番手5番手の、BMAX、 それから無限は22秒台のまま、ダンジェラル JP の22秒後、前の紅白は22秒7に対してコンマ2秒速いです。おっとここで紅白がスピンオフダメージありませんが、ここでリアを滑らせて、これで悟りレイブリックまで抜かされてしまうでしょうか。サトリレイブリックサイドバイサイドに持ち込んだ。あのコーナーでは仕掛けられませんが、止まりきれてないか。おっと接触、ラグがあるのが少し怖いが、これで前に出るサトリレイブリック6番手に浮上です。ちょっとラグが怖いですよね。これはダメージがね、むやみに入ってしまいましたね。あっとリアが流れたが、これはリアをぶつけられたのか。ラグですね。これはラグでリアをぶつけられてしまいました。サトリレイブリック、これでワイパーさくらちゃんが1つポジション上げる形になりました。トップは、ネオブヤルシー21秒8、また21秒台に入れてまいりました。そしてハングリーがこの人ミスったんでしょうか。逆にスネークのペースが上がってきました。22秒フラット、サイドバイパーは22秒3です。さあスネークはここで本領発揮と言いながら、ちょっとかこコーナーで少しオーバーランが見られましたでしょうか。ダンデラの JPA の23秒フラット、凄まじいペースで追い上げているワイパーさくらちゃん、前のもう15号車チーム無限を追い越しそうであります。ダンロップコーナーにかけてインガーに飛び込んでくる。ワイパーさくらちゃん一発で仕留めるか。あっと少し接触がありました。ダメージはお互いありません。ただまだ少し膨らみますね。紅白選手ここで一発で仕留めたのはワイパーさくらちゃん。ここは前誰もいない状況でフルプッシュができる状況です。トップはネオブヤルシー23秒、少しどころか結構落ちました。ハイドパイパーは安定して22秒台、その後ろハングリーもスネーカー23秒台、おっ落ちてしまいましたでしょうか。ハングリーも22秒台取り戻しました。
ダンデライオンも22秒台。ここら辺は浮き沈みが激しいラップタイムとなっております。さあ2位との差は1秒2秒に開きますね。おっと、ここで何をやっているんだ、スネーク。あーと、単独だ。エンジンダメージ 100R。これで4番手に上がったのは、ダンデライオン JPN です。ドコモチームダンデライアン。そして、ひたひたと5番手にワイパーさくらちゃんが詰まっています。トップ2、その差は変わらず。この週に呼べる1分22秒637、ファイドパイパー22秒8、ハンギルも22秒8と、まあ、2番手のファイドパイパー選手とあまり変わらないようなペースになっています。ダンデライオンが22秒5、そしてワイパーサクラさん22秒1、コアク選手は23秒1、自己ベストで飛ばしているネオブヨルシー、2番手との差は少し離れたでしょうが2秒5です。このトップ4はまだわからないような展開が続いている。そして後方からの追い上げワイパーさくらちゃん。そしてスネークが前のサトリフェイブリックに追いついてきました。1秒2の差です。ネオブヨルシーラップタイムは何秒か、22秒1。いやー、これは歯が立ちませんね。22秒4か、アングル22秒4、そしてダンデライオンは22秒5、ワイドパイパー22秒6。少しこのシーンは遅かったかな、やや周りに比べれば遅かったということです。さあスネークが7番手争いです。サトリレイブリックとスネークのスリップ圏内から外れて、こっからスネーク伸びてきて1コーナーレイトブレイキングでイン合わさせていって、サトリレイブリックの前に出ました TCS 中島レジェンドの前に BMAX レーシングチームが前に出ました。50号下スネークです。さあここら辺は等間隔で次の週には入ってくるマシンもいるかもしれない。次の週がピットオープンの時間となります。この週はまだピットに入れません。次の週からピットに入れます。さあこの週はあまりトップ数が変わらないようなペースで走行しています。ハングリーのペースは23秒台に落っこってました。ダンデライオンが前を行く、ワイパーサクラでは21秒台、ここで21秒台です。ピットオープンの指示が載されます。自己ベストですね。サイドパイプはそれに対して遅れを取っています。いつの間にかワイパーサクラちゃんも取り戻してきています。
さあ、ピットオープンになりましたが、まだ入りません。各車まだ入りません。22秒2。まだこれだったら入んなくてもいいかもしれませんが。バイドバイパー少し遅れました。22秒5がハングリーに対して、コマ3秒、ペース的に遅い。ただダンデライオンも自己ベスト。22秒3。ワイパーそれでは21秒7。まだわかりません。コワックも22秒台入れてきました。自己ベストです。スネークも22秒6。前とコワックとあんまり変わらないペースです。ジドリレイブリックも23秒台入れてきました。さあ、この周回になって各社、ラップタイムが上がってまいりました。やはり燃料のね、燃料も軽くなっているところでしょうか。各車等間隔の展開が続いていますが、ネオ BRC。後ろとの差は3秒後の大差です。22秒5。面白い。22秒5。うわ、23秒台起こった。ただハングリーも23秒に起こりそうなペースになってきまして、そうですね、ダンデライオン2位3位4位はあまり変わらないようなペース。その中でもワイパーズからでは22秒4は速いペースでしょうか。近藤の2台がペースが速いですね。近藤2台のペースが速いです。ワイパーズからさんトップとの差は12秒。先ほど14秒あった差が12秒、2秒縮めた形になります。やはりポールシッターだけありますね。やはり速さはあります。サイドパイパーに関しては、チーム初の貫禄をこのグランプリズム7で決められるかどうか。この週のラップタイムどうかな。ネオベルシー22秒6。サイドパイパー22秒7。そんなに変わらない微妙なペースですね。ハンガリーは23秒台落っこちました。ダンデレオンは22秒5。ワイパーサカイド21秒8。これ前のダンデライオンとの差2秒2ですから、もう食いそうな感じであります。コワクは23秒1。スネークは22秒6。この6位7位もまだわからない状態です。アトリエイが24秒台です。パイドバイパーとネオベルシの差、それは、その差、4秒2まで広がりました。いやー、これはすごい差ではありますね。さあ、まだピットに入る車はありませんが、ネオベアルシー22秒7。このシュパイドバイパーは22秒6。ハングリー22秒5。ダンデライオン22秒2。自己ベスト。しかしワイパー差が21秒7。トップとの差が10秒差。2秒先ほどからまた縮まった。6位7位のこの人にもあんまりペース的には変わらない。スリーレイブリカ23秒台ですからね。やはりワイパーサクラちゃんなんでしょうか。まずはこの
目の前のチームダンデライアンから食っていくというふうになるでしょうか。どこのチームダンデライアンから食っていく、中島レーシングまでこのスピードで食っていくのか、それとも追いついた瞬間にもうピットに入ってアンダーカットを目指すのか。ただもうこの周は一気に縮まっている。1秒3、1秒1、もう1秒切ってくるのかどうか。トップが14周目から15周目ラップ入っていきます。22秒8です。ハイドバイカー22秒9、そしてハングリーが22秒6。ハングリーも、悪くはないペースですよね。さあ、そしてワイパーサクドさんがもう追いつきました。ダンデライオン JPN に追いつきました。ダンデライオン JPN は2022年の国体ドライバー、そしてワイパーサクドさんは2019年の国体ドライバー。うわー、リアが滑っている。バーディーエアに入ってますからね。リアダウンフォースがね、乱気流中に入ると ありませんからね。あまりないというか、ありませんから。はい。まあ、SF1 は乱気流を受けやすいコンセプトになります。さあ、4番手争い、テールトゥーノーズになりました。トップとの差は9秒差。ワイパーサクラちゃんとしてはここで詰まりたくはないですよね。あー、JR スープラでここで果敢にインサイド攻めてくる。オーバーテイクボタンで前に行きたいのかどうか、行くのかどうか。ただこの最終コーナーはダンデライオンの方が速かった。4番手争い、インナーは締めているダンデライオン。さあ、オーバーテイクシステムを使って、ワイパーサクラちゃんオフサイドから、豪快にオーバーテイク。1コーナー無理はしませんでした、ダンデライオン。今すごいレイトブレーキングで守っていきましたが、これはダンデライオンオーバーテイク使った。インサイドかぶせてくるが、これはオフサイドからかぶせられました。なすすべなかった。ワイパーサクラちゃんには、歯が立たず、ここでダンデライオン5番手にポジション1個落としました。前に出たのはワイパーサクラちゃんです。さあ、次のターゲットはハングリーになります。琥珀とスネークですけども、ラップ的にはスネークの方が速いということで、この6番手争いもまだ分かりません。ああ、ただ今4度しましたね。交差落としました。ネオ BLC パイドバイパー、その差は4秒は切ってますね。4秒切ってきました。各社ピットには入りません。 NOBRC 1分22秒6、タイトパイパー1分23秒1、ハンドリー22秒8、そしてワイパーサクラちゃん21秒9。ダンデライオンもそれについていけてますからね。まだわからない状況ですよ。セッター版マフンダエンジンの方が速いんですが、2番手走行中のパイドパイパー、前との差は3秒9です。まあ、もうそろそろピット入ってきてもいいんじゃないかというところにはなってきますが、少し離れたでしょうか。
マイクワサブが22秒台、この週は落ちました。ダンデライオン JPN が逆に21秒台入れてきました。逆にダンデライオン、これ有力は残してますね、まだ。さすが国体、本大会必要ドライバーです。決勝では私も戦うことになるんですが、このドライバーメキメキ成長してると言いたかったところですが、今危なかった。 100R インマキアドバンコーナーでも少し体勢を乱した状態でした。これは少し大きなミスとなったでしょうか。スネークも序盤のミスがなければこのダンデライオン JPN にもしかしたら追いつけたかもしれません。それは琥珀も同じです。まだ入らない、まだ入らない。ネオベアルシーまだ入らない。ガイドパイパーまだ入りません。オーバーデックシステムも使っている。パイパーしっかりと、ああさあダンデライオン JPN が入ってきます。これどこで戻るでしょうか、ダンデライアン。ピットアウト。スネークの後ろですね。スネークの後ろ。さあ、ホワイトランカットは大丈夫なようです。ペナルティはついていません。このニュータイヤで、ワイパーセレクションをアンダーカットしに行きたいってこと。うわー、前でークラッシュ。あー、スネークか、またスネークだ。あー、これは単独ですよね。セーフティーカー出ません。おー、さあ、そして3番手争いが入れ替わるでしょうか。オーバーテイクシステムを使っているワイパーサクラちゃん、追いついたら一発で仕留めるのがこのワイパーサクラちゃんです。さあインサイドし、あーようやく切れた、ハングリーようやく切れた。危ない、あーなんとここで2台絡みましたけれども、少し当たりましたよね、ワイパーサクラちゃん。これで順位上げますが、また取り戻しに行く、当たっている。今のは危ない進路変更だったでしょうか。ハングリーがまた抜き返す。一回生かしてまた生かす。ワイパーサクラちゃん怒っている、怒っている。わー、すごい。これで大ブラックになったのはこのダンデライオンですよね。アンダーカット狙ってますからまだ分かりません。あ、ハングリーは少しオーバーランですか。さあピットにマシーンを運んでいるのはこれ、チーム GO です。ネオベルシーのアンダーカットですよね。パイドパイパー入ってきました。パイパーサカラちゃんもこの週ピットインです。うわーっとクラッシュ入れるか。入れました。いやードキドキしますね、ワイパーサクラちゃん。ピットアウト、クリーンエアーです。クリーンエアー、ダンデライオン JPN か、中島レーシングか。ダンデライオン JPN アンダーカット成功。そしてホワイトラインカット3秒取られたのはワイパーサクラちゃん。そしてサトリレイブリックには行かれたくない。サトリレイブリックに前を行かれてしまったか。前を行かれてしまうか。オーバーテイクシステムを使っている。オーバーテイクシステムを使っている。ここで、前に行かせましたね。サトリレイブリックは前に行かせました。力
約3秒のペナルティーです。これは大きいペナルティーとなりました。さあこれトップアンダーカット防止のために入りましたね。オビアルシーです。さあこれタイヤ交換をして、おそらくアンダーカットいけるかな、どうかな。さあどうだ、ワイドバイパー明らかな差でしょうか。コアクもピットインです。明らかな差、4秒か。インラップが早かったネオ VRC です。ただネオ VRC まだタイヤが溜まっていない状態です。コハク、そしてスネークはピットインです。3番手争いが近いですよね。1秒以内にいますかどうか。そしてファイトファイターとネオビアルシーから3秒との差。ああ、少しオーバーテイクを使っています。ワイドパイパーの方が早かった。そして22秒1ベストラップ更新です。ダンドライあんまりラップペースよろしくないですね。さあ1コーナー仕掛けに行きますよ。彼は声かな。さあ7番手争い、さあこれはどっちが前出るんだ。サトリリーブリックが前か、それともスネークが前か、どっちが前かな。いやー、サトリリーブリックが前です。サトリリーブリックのオーバーカット成功でしょうか。もしアンダーカット阻止かな。はい、3番手争い、表彰台争いはこの2台、どこもチームダンダラニオン、それから TCF 中島レーシング。トップ回想中ネオ VRC2 番、あー自己ベスト1分21秒893、ファイドパイパー22秒3ですね。さあダンデライオンが どこから行くの。アウトサイド、インサイド、スイッチラインしてオーバーテイク、お互いをしているアウトサイドの方が有利か。アウトサイドからまくっていく。これで前に出たのはハングリー。 DCS 中島レーシング3位取り戻しました。何周かのオフセットを利用して前に出ます。おっと、そして、おわっと、琥珀でしょうか。エンジンダメージ。これはまた単独です。ただ、そして、エンジン、ダメージが入ってますね。ダメージが入っているためセーフティーカーを出します。
入るマシンいるかな。さあこれによりセーフティーカーが入りました。さあこれトップを追いついて次の修理スタートにしたいと思います。ああそうか、でも SC 中トップは100キロ制限ですけれども、ここでピットに入るマシンがいるかどうか。入ります、入ります。あー何台か入りますね。 TCS 中島レーシング、それから、コハック選手のチーム無限、それから BMAX チーム、 BMAX レーシングチーム3陣営は入りました。それ以外はステイアウト。さあ早いところはハングリーですね。ハングリーのところがいっぱい早かった。お入りましたね。ああなんとここで入りました。ハングリーがサトリーヘイブリックの前に出られました。これは中島レーシング狙っていたでしょうか。レース26周目。今週セーフティーカーインストラクターです。8台のギャップが一気になくなった状態でスタートします。レースも先頭に、まもなくリスタート。ジアスプラコーマーからリスタート OK でした。さあコントロールラインまで追い越しは禁止と書いてないので、さあ今リスタート。オーバーテイクボタンを使ってネオビアルシーどうだ。これはいいスタートだったのか。あーこれ中島レーシングやりましたねこれ。あーインサイドにコアカー振ってくる。さあトップ2は変わらずワイパー桜ちゃん2番手、あ3番手に上がっている。ハングリーが5番手か。そしてさトリレイブリックとコアクはサイドバイサイドチーム限。ここはさトリレイブリックが守っていきました。何事もなくいきましたね。はい、
と少し雲がどんよりしてきた富士スピードウェイですが、雨はおそらく降らないでしょう。はい、雨も溜まってないですね。はい、さあチーム無限と中島レーシングが当たりながらサイドバイサイド6番手争い。あ、これは誰だ。あーっとネオ VRC だ。ネオ VRC やってもうた。最終コーナーか。ダメージはノーダメージですのでセーフティーカーなし。これでトップがチーム5、2番手にワイパー朝倉ちゃんとして狙ってくるかどうか。後ろのダンデラルデ、ピエール、ハングリー、どちらが狙ってくるか。このトップ4に絞られたか。1コーナー刺してくるのは、あっと、オーバーランド、ダンデラルデ、ピエール。これでハングリーが前に出る。TCS 中島レッシング、おっさんです。そして、琥珀が5番手、6番手、ちょっとユニービック、7番手にスネーク。これは面白いレースになります。残り13周。トップ2、やはりワイパー朝倉ちゃんという男がやはりこのトップ争いに食い込んでくる。いやー、狙ってきますね、ワイパー朝倉ちゃん。わあ、リアが流れた。チーム5リアが流れた。トップ争いも見たい。3番手争いも見たい。インサイド並んでサイドバイサイドのままホープストレート。並んでいる。どちらもオーバーテイク。どちらもオーバーテイク。3番手争いは並んでいる。並んでいる。並んでいる。いやあ、これは怖い。これは怖い。ファイドパイパーがインサイド。インサイド、インサイド。アウトサイドワイパー朝倉ちゃんどうだ。クロスレイを狙ってこない。そしてダンデラの JPL が3番手に上がった。ダンデラの JPL が3番手に上がった。そして7番手争い、そして5番手争い、各所でバトルが起こっている。まずここですっ飛ぶ人はいない。すっ飛ぶ人はいないか。いやー、ネオ VRC 21秒7の自己ベスト。これ6番手争いになってきているでしょうか。5番手の琥珀は若干逃げている。わあ、さあマシンが左右に触れる。どうだ。13コーナー入ってく。入ってった。中島レーシング今アウトサイドに追いやった。しかしダンデラの JP もまだ引かない。ここに食らいついてきたのはティーム無限だ。ティーム無限がここに食らいついていく。あっと、インサイド入ってった。ここで前に出るパーソニックコーダー。そして、琥珀がまだ仕掛けに行く。トップ争いはどうだ。この二人に絞られたか。残り13周。スリップスリーも入っている。どうだ、こっから伸びてくるのは近藤か。インサイドチーム5。チーム5がここで食い下がっていく。まだだ。そして3番手ハングリー守った。4番手争い。あー、まだわからない。あー、これはサトリレブリック一気にポジションを落とした。ネオベルシーその前では、怖い。並んだままコーカ・コーラ怖い。この間にネオベルシー、フロントウィングダメージ。わーっと、ここで誰が行ったのは、サトリレブリックが行った。そしてダンデラン JPN が次々とポジションを落としていく。全国から地獄というはこのことを言うのか。あー、これは、あー、バンデラルが譲りました。サトリレイブリックに順位を譲りました。そして、マイパー朝倉ちゃんはトップ刺繍のまま。ファイドパイパー1秒後離れる。いやー、これは、すごい終盤のバトルになりました。6台目のバトル。あとはミスがなければワイパー朝倉ちゃん21秒3です。
ハングリーが21秒台出てきて、コアカー23秒フラット。そしてサトリレイブリックとダンデライオン JPN、 この2台のバトル。ストレートアウトサイドから行きたかったが、今追突しました。白煙が上がる。まだ行けなかった。まだ行けませんでした。サトリレイブリックがここで防戦します。ネオブイラシオン、まだ前がばらけたことによりまだわからない、まだ上位に上がれるチャンスはあります。さくらちゃん死守で残り10周、22秒フラット。ワイドバイパーも22秒フラットです。ハングリーは20、こちら22秒1か、コアカー22秒2、モーションスネーカー21秒台入れてきて、ネオグヤリシは22秒3です。そしてデフリック21秒台入れてきた。JPN 22秒9、まだわからない最終盤、残りレース4分の1あります。少し雲に隠れている富士山ですが、少しずつ顔を見せてきました。10ラップ。おっと、ダイナミックラインを通っていく。ファイトパイパーです。トップ22秒フラット。ファイトパイパー22秒3です。ワハングリー21秒6だ。トップよりも速いペースで来ています。琥珀も21秒台。そしてスネークも21秒台。3位、4位、5位のこのホンダ勢が速いです。サトリレイブリが23秒台、ダンデライオン JPN 22秒台、さあ7番からといいです。この GT の中島レーシング、それからドコモチーム、ダンデライアンのこの2台が、徐々に近づいてきました、科学的にも。おっと、今ちょっと触れましたね。少しリアが流れました。サイドバイサイドに持ちかける、少し当たったか。サイドバイサイドでようやくダンデレオン JPN が7番手に浮上です。さあ、これ2番手と3、わっと抜かした瞬間、フロントダメージ、ダンデライオンこっちにはダメージありませんか。自爆だ。今回は空回りしているダンデライオン JPL、 ピットに入るか。ピットに入ります。これはファーストテストを狙いに行くというところでしょうか。いやー、そしてワイパー桜井で21秒4、これは1秒速いペース2との差。ネオブヤルシアも21秒台入れてきました。ちょっとピッと見ててもですね、フロントのジャッキの方が全然仕事をしてないですね。
バグなのか、仕様なのか。今、コースアウトが見られた、ファイトファイター。さあ、ハングリーが、これ、反撃に出ますよ。そして、4番手争いも近づいてきたでしょうか。さあ、まずトップ、このワイパーさんで20秒台。これ、しかも予選より早いのか、20秒688。早すぎです。パークが22秒2、スネークが21秒9、そしてネオベース21秒4。もうワイパー、でもワイパースプレゼンの玉切れですね。オーバーテックシステムが、わーっとハングリーはミスだ。これによって差が縮まるかもしれないハングリーと、ハングリーと琥珀の差2秒切ってきました。ただそれよりもスネークがもう1秒切ってきてコンマ4秒差今現在コンマ6秒ですけどね。残り9周のサバイバル、グリントと勝ったこのレース、琥珀もこの第3セクター早かった。ハングリーとの差をみるみるうちに縮めていきます。ネオベアシオンまだいますからね。21秒5、21秒9、ハングリー23秒5、琥珀が22秒5、そしてスネークが22秒3、ネオベアシオン23秒5と今の差は落ちましたね。ミスさえなければワイパーサガラちゃんです。ただこの 100R だけが一番怖いんです。先ほどのようにグリップを失う可能性もあるかもしれませんからね。スーパーファミラ選手権 GT7、コースの西側から西日が差してきました。まもなくゴールというところでしょうか。今現在トップワイパークラブさんの残り6周というところです。2番手にアーファイントパイパー、3番手にハングリー、その差は広がりましたね。2秒に広がりました。ペースを取り戻したということになりますが、ワイパーサガチはこの日23秒6か。少し落ちましたね、ラップペース。何かミスがあったんでしょうか。さあ、こっちはこっちで大変だ。4番手争い、カメラが追っかけられてない。クロスで入った。クロスで入った。今のフェイントうまかった。お互いにオーバーテイク。玉切れまで使っていく。どうだ、アウトサイドから抜いていったか、抜いていった。まだわからない、チーム無限がまだ狙ってくる。少しアンダーステアが出たスネーク。少し当たった。インサイド振ってきて、これでは少し当たりました。少し当たってクロスラインさせてくるチーム無限琥珀選手がこのスネーク選手に挑戦状を叩きつけている。その後ろから先ほどまでトップを走っていたネオベルシアゴッツァンでしていただきたい。これでスネークが前に出るか、いや琥珀が前か、パナソニックコーナーインが琥珀、そしてゴッツァンです。ネオ VRC はゴッツァンです。いや、これは大変なことになりました。オーバーテイクシステムの祭り。オーバーテイクシステムをどんどん使っていく。これ琥珀が抜かされてしまう。最後のアリティクの力、無理しおってネオ VRC も後ろから行きますが、これはいけない。スネークが前。いや。ここで、インマ消してしまった。チーム無限。そしてアウトサイドからネオ VRC。
いやー、ごっさんです。オーバーテイクいただいた。そして、コアクは、これでサトリデイビックの後ろに下がってしまいました。もったいないミス。そして、ダンデレの JP は20秒6というファーストスラップ、叩き出しています。そして、ワイパースラージは23秒フラット。これはペースが少し下がってきて、残り4周。そして、ネオベルシーン、これは前のハングルまで行きたいですよね。今度、せめて表彰台は、ワンスリーに行きたいところです。トップ2、2秒4です。ダンデラ出てなくて。21秒台、またペース戻してきました。でも似たようなペースですね。21秒台。ここからは心理戦ですからね。残り4周どれだけミスなくこの4周を走り切れるか。まだ諦めてはいません。前のサトリデイビックの差がまだ詰まってきています。トップ2は相変わらず2秒差溜まっています。チーム4の初勝利、あのセーフティーカーで消滅か。しかし近藤レーシング大逆転ポール2ウィン、いけるかどうか。今週はパイドパイパーの方がやや早かった。ストレートはやはり本田パワーの方が早いですね。さあ、コアクはここで意地の自己ベスト21秒783、前のサトリデイビック22秒台です。まだわかりません。うわー、ただ少しリアが乱れました。自分で作ったチャンスを自分で踏みにじってしまった形でしょうか。まだただわかりませんからね。タイドファイパー、そしてワイパーアスガルさん、その差2秒です。ジレッタイとの秒差、絶対秒差です。2秒、前は見えています。パイドファイターから、こちらパイドファイターオンボード21秒8、前22秒7です。さあ、そしてこれは近づいてきたかな。どうかな。 LVRC がハングルに対して追いついてきたでしょうか。各社ブリッサー、これ進めない。あ、こちらの表面は綺麗かな、比較的。ダンデラゲームのタイヤの表面は結構綺麗ですね。こちらはおっと、ここで、なんとなんと危ない中央車。今64号車見せてましたよね。アドバンコーナー、さあこれでテールトゥンドに乗って、15号車はこれで前に出ました。これは割とタイヤ的に綺麗ですね。さあ、そしてオンボードから切り替えて場内カメラに移してまいりましょう。さあ、ファイナルラップに入っていきます。いやー、もう歯が立てませんか。バイドファイパー3秒2の差、1秒広がりました。そして3番手争いはまだわからない状態です。1秒6です。
さすがにワイパーは避けてたんですから、最後の最後に見せるということはないでしょう。ここも綺麗に決めてきます。はい、どこ行ったんで、ここを決めてくる。あー、ネオブヨシがやった。あー、これでスネークが前ですよね。いやー、少し前が見えていたところでのクラッシュ。これで5番手です。え、戻された、なんでだ、なんでか分かりませんが、さあファイナルラップ、トップでチェッカーするのは近藤レーシング、ある意味テールトゥーウィン、しかし本当はポールトゥーウィンです。おめでとうございます。近藤レーシングワイパーさくらちゃんが優勝。2番手にはパイドパイパー、こちらスタート、ロケットスタート決めましたけれども、近藤レーシングには、うーん、歯が整わなかったでしょうか。3番手に中島レーシング、ハングリーが予選7番手から追い上げて3番手、4番手にスネーク選手の BMAX レーシングチームです。4番手琥珀、6番手にサトリデイビック、7番手最後のクラッシュがなければネオ VRC、 そして自分の手でパーセスをもぎ取ったダンデレオ JPN が帰ってきます。最後拍手で迎えよう。前8台完走おめでとう。さあ、ということで優勝はワイパーさくらちゃん選手、ポールトゥーウィンです。ということで今回ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。各ドライバーの熱戦が見られてよかったと思います。さあ、では この動画はね、これにて終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、それから Twitter のフォローよろしくお願いします。